にちは。こんにちは。塩風キッチンです。はい、今日は、はい、みんな大好き大好きなすき焼きをやったー。ただ、あの、塩風キッチン流なので、うん、お肉はイノシシで、はい、作りたいと思います。寒くなってきたもんね。うん、鍋の季節です。すき焼きはね、いろいろお祝い事でも何でもいけますからね。ごちそうですから。で、これは、あの、塩風ファームで出しているすき焼き用のスライスっていうやつですね。で、部位はどこ？今日は肩ロースです。肩ロース、はい、肩ロース、こういうふうにサシが入っていて、うん、とても柔らかい、柔らかくて美味しいと思いますね。うん、あと、すき焼きっていうとよく牛脂使って、ね、炒めたりすると思うんですけど、ね、これはシシ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 シ付きです。まあ、シシの油です ね。これを使ってシシ 100% で、うん、100% と作りたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ始めていきたいと思います。おい、もう具材は、あの、定番のすき焼きといえばっていうもので大体揃えてあります。ね、うん、はい、もう好きなものを入れる感じでいいですね。じゃあとにかく切るとこからですね。はい、切っていきましょう。今回入れる具材は白菜、春菊、えのき、しいたけ、豆腐、ネギ、しらたきです。はい、じゃあ今回は割り下をあらかじめ作っておきます。はい、まず、酒、醤油、みりんで、砂糖、で、これで割り下は完成です。じゃあ火にかけていきましょう。火にかけていくの。じゃあ火をつけて、で、まずシシシシシ油シシ油をだけ入れて、いい油ですよ、これも、はい、背油の。一旦溶かします。うん、なかなか、あの、イノシシですき焼きやろうって思う人はないね、いないと思うんですよね。うん、でもこれ、ね、ファームの新定番というか、うん、もうおすすめ。一回試してみたんですけど、すごい美味しかったですよね。美味しかった。本当美味しい。また牛とは違う、あの、なんか、ね、旨味と。そうそうそう。肉のこの余計に出る感じ。うん、うん、ぜひお試し。ぜひ ね。で、やっぱすき焼きイノシシでやるなら、部位は肩ロースとかネックとか、この辺がおすすめですね。ね、うん、ちょうどいい加減だと思う。うん、だいぶ油が溶けてきましたね。だいぶ油が溶け出したので、ね、はい、これでシシシはもう取り出しちゃいます。いい油だよ。じゃあ肉を入れます。あ、うまそう。うまそう。綺麗ですね。ね、綺麗。うわー、いい音。いい音だね、この音。いや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 、結構ボリュームあるね。ありますね。うん、最初に肉だけさっと両面焼きます。うん、で、ネギをこの段階でちょっと入れてください。はい、で、この半分ぐらいですか。もう青いところに切って、はい、ここでネギを最初に一緒に入れて肉と炒めることで、より旨味と香りが出るみたいです。はい、だいぶいい感じになってきましたね。そうそう、もういけんじゃないですか。いける？いけるものはいける。で、やっぱ卵ですよね。卵。はい。これがまたいいんだな。うん。すき焼きのとこだな。うん。いい音だね。卵を溶く音。そ
信じたわ。どっちに卵食べんだよ。この卵と甘いこのタレと肉が絡まるのがうまいっすね。うまいすき焼きのいいところだですね。もういけると思います。いけますね。じゃあいただきましょう。いただきます。いよいって、まずお肉を。いただきます。あ、美味しそう。うん。お、柔らかい。うん、いやー、柔らかそう。うまい。うまい。うまい。うん。本当に柔らかいですね。うん。ちょっといただきます。あ、これはうまいな。卵に絡めてね。絡んで絡んで、じゃあいただきます。うん、柔らかいですよね。柔らかい、うん、おいしいね。この和風の、うん、ね、やっぱ鍋いいですね、こうやっていいね、つつ感じが野菜、また野菜とね、はい、食べ応えがあるもん、ね、食べ応えありますね。で、獅子特有の甘さというか、うん、肉の味わいがしっかり出てますね。出るわ、うん、これ牛肉よりこれなんか食い応えあってちょっと、そう、うん、好きかもしれない。こっちの方が美味しいです ね、うん、ね、肉をしっかり食べてる感じが、うんうん、牛はね、柔らかいかもしれないけど、うん、もう柔らかいけどグッと、うん、肉のやっぱ味が濃いですね、うんうんうん。もうあと細かい味付けは多分家庭の、ね、家庭によってそれぞれだと思うんですけど、割り下も絶対黄金、ね、そうですね、あの分量で1対1対1をやってれば、まあ、まず失敗しないですよね、うん、これから冬でどんどん脂が乗ってきますから ねさらに美味しくなってくる、うん、これあのすき焼き用に切ったじゃないですか。1ミリ、2ミリ、3ミリって、うんうん、厚さをね、みんなで研究して食べて、やっぱこの厚みが一番なんかこう肉汁とこの、うん、何、すき焼きのタレの絡み方っていうか、うんうん、バランスがいい、ね、ちょうどいい厚さですね。本当にこれちょうどいいですよね、うん、結構自信作ですよね、うん、ちょうどいい、うん、そうなんですよね。このスライスするのもいろいろ試作して、どの厚さがいいかとか、そうしたもんね。塩風ファームで研究して、この厚さにたどり着いた。まさにすき焼き用にも最適な獅子肉ってことですからね。本当これみんな試してほしいですよね。うまいっすね。うまい。もうポカポカしてる体が。なんかこう、勢力がつくような気がするぐらい、ね、肉感が、うん、すき焼きで食べて、ほんといい厚みなんだよね、うん、やっぱサシ入ってるし、そもそも柔らかい部位だし、うん、油の塗りもちょうどよく、これはすき焼きの新しい定番になりそうですね。行きたいな、うん、すき焼きやるなら獅子肉でいい、ね、ぜひ試してほしいね。比べてみていいと、うん、じゃあ、あれかな、はい、はい、今日も大成功かな。もうすき焼きは間違いなく大成功。はい、ありがとうございました。まだあるんで食べましょう。はい。